皆さんこんばんは、ワンノスケです。今日は、串カツ田中の食べ飲み放題を紹介させていただきます。まずこちらの、食べ放題は平日の、18時までの限定ですのでご注意ください。また前日までに予約が必要で、2種類あって、私は串カツのみ食べ放題1480円にアルコール飲み放題980円をつけました。そのコースで食べられる串カツが、こちらです。確か200円以下のコースということで、大体のね、ものが頼めるようになっています。で、じゃあプラス700円足したら何が食べられるかっていうと、串カツの範囲が広がるのと、こういったね、一品料理が頼めるようになるということなんですけど、正直私的にはプラス700円の価値はないかなということで、コスパ重視で、串カツのみ食べ放題と、980円のアルコール飲み放題をオーダーしました。アルコールの飲み放題はね、サワーカクテルたくさん種類あって、また何と言っても生ビール、プレモルの香るエールが飲めるというのが非常に大きなポイントだと思います。ハイボールもね、種類が多く取り揃えてあります。というわけで、スタートします。やっぱり、プレモルエール、カオルエール、私好きなんですけども、一杯目、暑い時のね、生ビールは美味しいですよね。もうグイ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 いっちゃいますね。もう一口二口で半分ぐらいいっちゃって、もう本当にね、1分でね、1杯開けちゃいますね。で、串カツがこんな感じできます。本当にね、私本当ギリギリの食べ放題ギリギリの6時前にね、行ったんですけどね、やっぱり平日なんでお客さんもね、そんなにはまだ入ってなくって、その分オーダーしてからの運ばれてくるまでもね、早くって、熱々をね、食べさせていただきました。で、この食べ放題2つあって、私は先ほど申し上げた通り、安い方のね、串カツ食べ放題だったんですけども、これは基本200円以下だったかなの串カツが食べ放題になってて、一品料理は対象外になってくるんですけども、正直言うとね、一品料理ってそんなにね、私の好みですけど、プラス料金を払ってまで頼むほどはないかなっていうのが正直な私の骨でして、やっぱりコスパはね、この1480円の串カツのみ食べ放題十分楽しめますね。先ほどメニューにもね、映しましたけども、エビとかね、アスパラとかね、そういった割とね、いいネタもね、その200円以下の中に入ってくるので、十分楽しめますね。中でもね、僕結構気に入ったのはたらこですね。たらこはちっちゃいんですけどね、やっぱり酒のつまみになるし、で、あとは定番のね、牛とか豚の串カツももちろん美味しいですし、もうちょっとしたらね、出てくる、これはなんだろうな、はんぺんか何かかな、これも美味しいですね。で、やっぱりアスパラもね、非常に大きいアスパラが出てきます。っていうのも、なんでこのアスパラ大きいっていうかというと、今回とね、違う店、串カツ田中でね、食べ飲み放題前した時はね、アスパラがむっちゃくちゃ小さかったんですよ。本当にもう単品でね、頼んだ時の太さとか大きさが10だとしたらね、3ぐらいのね、大きさのアスパラが出てきて、ものすごくね、テンションが下がった記憶があって、今日もね、この日もね、食べ飲み放題なんで、アスパラってどんなレベルの来るのかなと思ったら、今ちらっとね、銀色のアルミホイルが見えたやつがアスパラなんですけどね、バリバリ大きなね、単品と同じものがね、この店の場合は出てきてね、これでテンション上がりましたね。で、店によってね、今申し上げたみたいにね、若干ね、食べ放題
まあ、それぞれのね串のレベルが違うのかもしれませんね。あとあのメニューにね串のね内容によってはこのタルタルソースもついてきます。もちろんね卓上にはねあの普通のソースとか激辛ソースとかねあの置いてあるんですけども、あのやっぱりエビとかねそういったあのアスパラとかにはタルタルソース非常に合いますし、これはちょっとあれですね、一緒に相方のねあのトマト入ったのトマト系のなんかカクテルですかね、もうちょっと一口もらったというところですね。でまあねやっぱりこの食べ放題を頼んだんならアルコールの飲み放題をつけるのが非常にお得ですね。120分制でラストオーダー90分、最近ね焼肉チェーンとかだとね食べ放題飲み放題でもね90分制ラストオーダー70分とかいうねあの世話じゃないコースも増えてきてるんですけども、この串カツ田中は平日18時までですけど、この日は金曜だったんでね非常にいわゆる花金と呼ばれるようなねゴールデンタイムですけども、6時までに入れば金曜日でもこの食べ放題飲み放題適用できますので、そのアルコールがね980円でね飲み放題つけられる、しかもビール生ビール、もっと言うとプレモルのカウルエールがついてくるっていうのは非常にコスパに優れてると思いますね。プレモルだったらね普通の居酒屋行けばね、多分平均単価でいうと500円すると思うんで、2杯ぐらい飲めばね十分元取れると。で90分ラストオーダーのあこれアスパラですね、ぷっとい2時間制だったらだいたい僕も多分5、6杯は飲むんでね、本当に、単品で串を単品でまたドリンクを単品で頼むのに比べると非常にお得ですね。やっぱり串カツっていうとね関西地方で言うと大阪の新世界っていうねところが有名みたいで、自分もね行きたいなと思ってたりもしてたんですけど、やっぱりコロナでねなかなか遠出がしづらいとかいうのもあって、このね近所にあった串カツ田中にお邪魔したわけなんですが、もう全然文句なく美味しくって、そしてこの食べ飲み放題だったらコスパもよくって、非常に満足いく内容でした。この串はなんだろうな、ちょっとなかなかねここから見てると分かんないですけども、全て美味しかったですね。という形でね最後の方はね、この動画最後の方にはデザートの串も出てきます。で基本はね当然おかず系のね串カツなんですけどね、私が行った時のメニューでね後で出てきますけども、オレオとかバナナとかデザート串が 2、3本あったかな。それはそれでね口直しにも締めにもねいける一品になってますね。まだねおかず系をずっと食べてますね。美味しいんですけど、やっぱり一つ一つね串カツ田中の串って割と大きいので100本ぐらいいけんじゃねえって最初思ったんですけど、実際に食べ進めていくとね適度にねお腹がいっぱいになってくるというところでございます。こんな感じで最後たらことかね多くなってくるんですけども、まだまだビールを飲みます。ここからはねまたちょっとね動画も編集でスピードアップしてまいりましょう。やっぱ終盤になってくるとやっぱりビール美味しいんですけど、なかなか飲むペースがね下がってくるんですけど、それでも飲んでまいります。はい、でまたねもうこの
もうまたね、揚げ物串カツ食べてるんですけど、やっぱりね、だん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 膨れてきて、美味しそうなんで食べたい気持ちはあるんですけどね、まあ、ここでちょっとさっぱりと抹茶の、お酒ですね、抹茶杯だったかな、これ結構濃くてね、さっぱりして美味しいですね、ということでちょっと気分転換をして、でまたね、これ珍しいラストオーダーだったのかな、それで頼んだかな、ハイボール系でね、ちょっと変わったハイボールでしたね。で、最後デザート串ですね、これクッキー&クリームだったかな、いわゆるオレオみたいなやつですね、それにチョコをたっぷりつけて、これ美味しかったっすね、これおすすめですね、一つしか食べてなかったんですけど、最後にね、もっともっと食べてもよかったかなと、これチョコバナナですね、はい、こんな感じで今日の動画は終わらせていただきます。どうも、ワンノスケでした。